ゼロサム20周年 VR おじさんの初恋。次女だ。うわうわうわ、追っかけてきた追っかけてきた。エピソード1、出会う。なんとか負けたかな。おお、怖。無言でひたすら追ってきた。やだやだやだ、ああいうエロ目的のアバター。デザインの時点で女性蔑視。下品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 。あ、もしかしてマイク使ってない人？イエス。操作ミスで迷い込んだ初心者かな。定数と文字出た。日本語変換出ました。見えてますか？見えてる。今はそうやってキーボードで喋るしかないね。ここはさ、あと半年でサービス終了する世界なんだ。あ、見て散歩するぐらいしかすることない。マネタイズに失敗した赤字ワールド。バーチャルセックスとかするならそれ用のとこに行きなよ。綺麗だ。おい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 、ここは18禁行為禁止ゾーンだからね。おい、聞いてんのかドスケベアバター。操作わからなくなった。倒れます。ああ、通報すんぞ。基本操作覚えてから来いよ。ごめんなさい。景色が、景色、景色がとても綺麗で。お前は見た目がとても怖いよ。こいしょ。なんて美しい世界。言うても時代遅れのカスワールドですけど、地味で寂しいとこだよ。この世界が好きなんですね。なんでそうなるの。言ってない言ってない。ここはとても静かで素敵です。それに誰かと二人で日暮れを見届けるなんて私の現実ではもうないことですから。この寂しい美しさを共有できるあなたと出会えてよかった。なんだそれ。あのさ、ん？何もないなりに観光できるとこは紹介できるけど、よければ案内とかするけど。基本操作、デバイスから手離すな。まずはマイク通話用にヘッドセットを買って、そしたらアバターの動かし方を教えるから。うなずく操作間違ってるからね。はあ、静かに世界の終焉を見届けようと思ってたのに、変なやつの面倒を見ることになっちゃったな。直樹さん、今月の遅刻5回目です。はい。減給扱いになりますよ。とりあえず、仕事にかかってください。直樹さん、大丈夫ですか？不眠なら病院紹介しますよ。海？海で泳げるんですか？楽しみにしてますね。水着、2人分作らないと。ん？両手が自由。ぐっと現実感が増しました。海楽しみですね、直樹さん。あのさ、おなみさん、その服どうにかなんないの？エピソード2、海に行く。
下手な水着より露出しとるやんけ。アバター衣装のドスケベか嫌い。あ、ジョジョ。うわあ、本物の海と何も変わらないですね。水着送るから装着してね。これを直樹が作ってくれたんですか。わあ。あんたに任せたらまた紐みたいの着るでしょ。直樹はまるでアーティストですね。いや、そんな大層なものでは。父乗せんな、今のわざとだろう。操作上手くなったらなったで変なやつだな。デバイスをリズムよく前後に引いて。難しいです。実際に水の中を泳いでるつもりでやってみて。犬神器。実際には溺れてないから一旦力抜いて。デバイスゆらゆらさせたら浮いてくるから、リラックスリラックス。ほらね。VR でも水の中は怖いです。ちょっと漏れそうになりました。その尿の行き先、現実のあなたの部屋ですからね。っていうか胸触らないでもらえます。すごい嬉しい、泳げるようになりました。ブレーキかけながら操作してね。自動で減速しないからね。え、ブレーキん、ブレーキって誰ですか。これ俺が探しに行かなきゃダメなやつ。南の孤島で夜空を見上げてロマンチックですね。ワールドの南半球まで移動してると思わないでしょ。お前見つけるだけで一晩使うとこだぞ、アホか。直樹、水着がボロボロですね。お前もな、2万キロを2時間で移動したらこうもなるわ。せっかく直樹に作ってもらった水着なのに。いいよ別に、すぐに元に戻せるから。わっ、なんか話題。波の音が気持ちいいですね。なんて贅沢な沈黙でしょう。初心者は普通もっと賑やかなとこ行きたがるもんだけどね。なんでホナミは最初にこのワールドに来たの？聞いたことなかったけど。偶然です。譲ってもらったパソコンとこのアバターで、操作もよくわからないままたまたま来たのがここでした。直樹を見かけて驚きました。現実の人間と変わらない存在感、とても寂しげで、そこに強く惹かれました。それどういう意味？繊細で寂しがりでユーモアがあって素敵な人ってことですよ。いやぼっちの皮肉屋をいいように言うな。 VR でも他人といるのが苦手なしょうもない人間なだけ。俺あんたにも結構ひどい言葉使うだろ、だから。いやあれ普通にハラスメント行為だぞ。運営に通報したら速攻でバンだし、訴訟で賠償金取れるぞ。反撃しないコミュ障だと思われてる？舐められてんのか？何なのあいつ、俺を何だと思ってるんだ。あなたの優しさと実直さ、そういうところが素敵です。今日直樹さん顔色いいですね。紹介した精神科行ってくれました？なんだこれ、なんだこれ、心臓？狭心症ですか？チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこっち、グッドボタン、コメントもよろしくお願いします。します。